皆さんはご存知だろうか。ドラえもんドラ焼き防衛術を。ドラ焼き防衛って一体何から守ってるの？っていうかなんでドラ焼き守ってるの？ドラえもんがドラ焼きが好きなのは周知の事実だよな。だが、このドラ焼きを狙って食べようとしたり、隠そうとするある男がのび家におり、ドラえもんはその男からドラ焼きを守るために、あらゆる手段を行使するのはご存知だろうか。というわけで今回は、ドラ焼き最前線、悪者からドラ焼きを守れ、だ。小鼻の奥からドラ焼きが出てきた。ドラえもんが隠しておいたんだな。もらっちゃった。というわけで今回は、ドラえもんのドラ焼き防衛術に関して解説していこう。先ほども少し触れたが、ドラえもんが毎日楽しみにしているドラ焼きを盗んだり隠そうとする男がおり、そのために、ドラえもんがあらゆる手を行使してドラ焼きを守っているのである。その男は一体誰なのか。そう、のびのび太である。でしょうね。まず、そんなのび太の卑劣な犯行現場を見てみよう。コミックス22巻、映しっぱなしミラーでは、ただいまー、ドラえもんのドラ焼きか、隠してやれ。えへへ、あれ僕のドラ焼きは、知らないよ、と、意味もなくドラ焼きを隠しており、コミックス35巻、動物変身恩返し薬では、動物変身恩返し薬という、助けた動物に振りかけると人間に変身して恩返ししてくれるこの道具、ドラえもんは空き地にいる犬を助け、女の子に変身した犬の恩返しを待つ間に、ドラ焼きでも食べながら、気長に待つんだよ、と、押し入れにしまったドラ焼きを取りに行くと、あれ？ない、おかしいな、と、ドラ焼きが見当たらないドラえもんをよそに舌を出して笑うのび太。のび太の仕業か。と、今度は本棚の下に隠しているのである。なぜ隠す？まあ、ちょっとしたいたずらだとは思うんだけどな。ただ、このいたずら隠すだけならともかく、食べようとすることの方が圧倒的に多くてな。コミックス17巻、ドラ焼き、映画、予約済みでは、パパと映画に行けなくて不機嫌なのび太、その時。ドラ焼き、ははー、ドラえもんのだな。よし、食べてやれ。置きっぱなしにするのが、悪いんだ。と、確かに部屋のど真ん中にこれ見よがしにドラ焼きが置いてあるので、そうと言えばそうなのだが、ドラえもんにはちゃんと対策が打ってあるのだった。おかしい、なぜか口に入れられない。ええー、あぐ、あぐ、あ、それ絶対に食べられないよ。予約カードを入れてあるから、と、ここで実はドラえもんが、リザーブマシンという、何でも先に予約を入れておく道具で対策を打っていたのである。ドラ焼きの予約という感じに、のび太はドラ焼きを見つけては勝手に食べようとするのだ。他にも、コミックス42巻、あなただけのモノガスでは、今回も何か困った様子で部屋に入ってくるのび太、そこに、ドラ焼きが置きっぱなしだ、と、またしてもこれ見よがしにドラ焼きが、よし、食べてやるぞ。僕も、意地悪してやる。おや、逆らう気、なんだ、なんだ。ドラ焼きのくせに、逃げ回るなんて、パクリ、むしゃ、ごくり、僕のドラ焼き、食べようとしたな、と、またしても、あなただけのモノガスという、所有権を絶対守る道具でドラ焼きを防衛。こんなガスわざわざドラ焼きにかけといたんか、ドラえもんにとってドラ焼きはかけがえのないものだからな。ただ、こうやってドラ焼きそのものに細工する他にも、コミックスプラス4巻、見せかけ落書きペンでは、書きレモンとかいうのはちゃった、何百万円だって、なんとかして、パパの帰ってくる前に。そうだ、あれ出して、復元光線早く出して、と、今にあった高価な壺を割って慌てふためくのび太、だが、なんだよ返事もしないで。ドラえもん、あれ？それはドラ焼きを見張るために書いた、僕の落書きだよ。落書き？どう見ても、本物じゃない？と、今回は、見せかけ落書きペンという道具で、書いた文字が書いた本人以外本物に見えるこの道具で、ドラ焼きの前に自分の名前を書いて、ドラ焼きを見張らせることでのび太からドラ焼きを防衛。こんなの数回話しかければバレてしまいそうだが、確かに、でもこうやって偽ドラえもんをドラ焼きの前に配置して防衛することも多いんだよな。藤子 F 不二雄大全集11巻、逆さカメラでは、ドラえもん、僕は悔しい。仕返ししたいんだよ。力を貸してよ、ドラえもん。人が一生懸命話してるのに。ただのカカシですな。あれ？いやあ、よく見張っててくれたね。おかげでドラ焼きは無事だった。と、今回は、逆さカメラという、このカメラに写真を入れるとホログラムを出力できる道具で、偽ドラえもんをドラ焼き前に配置してドラ焼きを防衛するのだった。ドラ焼きのためにわざわざ。そして藤子 F 不二雄大全集16巻、影防止フラッシュでは、ドラえもん、助けて。どうしたの？真っ青だよ。お化けー。と、今回も影防止フラッシュという、自分の影に30分だけお願いできるこの道具で、ドラえもんは影防止に留守番をさせ、おそらくドラ焼きを守るために配置したのである。また偽ドラえもん作ったのか。だけど毎回毎回見張ってはいるけども、ドラ焼き自体が無防備すぎるのよね。まあ確かにそれはあるな。だから見張る以外にも、そもそも取れないようにすることもある。コミックスプラス4巻、交通標識ステッカーでは、
家に帰ってきたのび太が、自分の部屋で昼寝をしようとしたとき。何やってんだ。ドアはこっちなのに。また行き過ぎた。どうしても入れない？いやー、悪い悪い、と、実はここでドラえもんが、部屋のドアに交通標識ステッカーの侵入禁止を貼っており、この道具はステッカーの裏に名前を書くと、書かれた人は標識に絶対に従わないといけないもので、今回はのび太が部屋の中に侵入禁止ということになる。でも、なぜそんなことをしたのか。そう、留守中のドラ焼きが心配だったからである。名指しでのび太書いてあるあたり、食われるの見越して書いてたのね。そう、そして他にも藤子 F 不二雄大全集14巻、ロッカーカッターでは、さあ、とっておきの、ドラ焼きを食べよう。確かこの辺、あった？と、今回は、ロッカーカッターという、このカッターで切った場所に超空間を作れるこの道具でドラ焼きを隠していた。わざわざ超空間に隠してたのか？そう、後で詳しく説明するが押し入れや戸棚程度じゃ匂いを嗅ぎつける奴がたくさんいるからな。これぐらいしないと危険なのである。実際、藤子 F 不二雄大全集6巻、実物射的で狙い撃ちでは。戸棚の奥からドラ焼きが出てきた。ドラえもんが隠しておいたんだな。もらっちゃえ。と、匂いを嗅ぎつけて盗み食いをするのび太。だが、ドラえもんの監視は甘くなかった。おう、いてぇ。なんだ、今のは。誰かが狙い撃ちしてる、姿を見てろ。出た！ドラえもんか、ドラ焼きを狙ったからだ。と、わざわざ隠しておいた戸棚のどら焼きを、探し出して盗み食いするのび太を銃で蜂の巣にするのであった。やり方がえぐい。これぐらいしないと食べられちゃうからな。わざわざ戸棚の奥に隠しておいてこれだからな。という感じに、自分で見張ってどら焼きを防衛するドラえもんだが、一度だけ失敗しそうになったことも、それはコミックス35巻、ネンドロイドにて。出た！君、誰？と、突如のび太の部屋に現れた謎の生物、そしてその手には押し入れに隠しておいたドラえもんのどら焼きが、それ、ドラえもんのだけど、勝手に食べていいの、ダメ。と、ここでドラえもんが登場。実はこの生物、ネンドロイドという秘密道具で、この粘土に毛を刺すと本人そっくりになるというもの。この道具でドラえもんは留守番をネンドロイドに任せていたのだが、自分のコピーなので、ドラえもんの意識のままにドラ焼きを食べようとしていたわけだな。作詞作に溺れるってことだったのね。そういうことである。というわけで、これにてドラ焼き防衛最前線は以上である。ここからは秘密道具ではなく、普通に隠しているパターンや、他のパターンも見てみよう。お願いします。まずは普通に隠しているパターン。コミックス27巻禁止標識では。出た！とっておきのどら焼き、と、押し入れにしまっていたり、コミックス24巻お菓子牧場では、押し入れの中にチョコレートを隠し持っていたこともあるのだ。チョコまで大事に取っておくのか。ドラえもんは結構楽しみを後に取っておくタイプでな。そのためにもどら焼きを取っておくが、のび太が取っちゃうから隠したりして防衛する必要があるんだよな。ただ、隠しすぎても色々と問題があるみたいで、例えばコミックス33巻、行く末カメラでは、ドラえもん、何かして遊ぼうよ。わぁ、開けるな。この暑いのに押し入れなんかに閉じこもって、何やってんだ。出た！みんな僕のだぞ。わかってるよ。でもなんでどら焼きの写真なんか撮るの？今に食べようと楽しみに撮っといたら、こんなに溜まっちゃって、どれが古いのか新しいのか、わからなくなったんだ。と、逆に溜めすぎてこんなに山盛りになってしまったり、藤子 F 不二雄大全集8巻コマロックでは、ママが引き出しを勝手に開けて0点の答案を見つけ、たっぷりとのび太に説教をした後、のび太が引き出しに鍵をつける道具を出してとお願いするのだが、そういう考えは良くない。悪いのは君の方だ。0点取ったり、隠したり、と、至極真っ当なドラえもんの意見なのだが、ふん、へぇ。隠す方が悪いの、そうかい、そうかい。僕のドラ焼き、隠す方が悪い、と、隠しておいたドラ焼きを逆手に取り、むちゃくちゃな強行理論でドラえもんを言いくるめ、ドラえもんに道具を取り出させるのであった。まさか隠しておいたドラ焼きがあだになるとは、そしてのび太も当然のようにドラ焼きを隠しているのを知っているのね。っていうかここまでドラ焼きの場所バレてるなら、ポケットにしまえばよいのでは？お、いいところに気づいたな。そう、実際ドラ焼きをポケットに隠すこともあってだな。コミックスプラス4巻、雪男のアルバイトでは、ドラえもん、頼みがある。
と、食べようとしたどら焼きを一瞬にしてポケットにしまうことも。最初からここにしまいなさいよ。まあでもドラえもんはポケットの整理がだらしないこともあるからな。あんまりここに入れるとなくしたりどっか行ったりするから、それでいろんな場所に隠しているんだろうな。ああ、なるほどね。という感じで、普通に隠すこともあるドラえもんなのだが、実は失敗して食われてしまうことも結構あってだな。ここからは失敗パターンもいろいろ見ていくぞ。お願いします。まずはコミックス29巻、あいつを固めちゃえでは、瞬間固定カメラという、被写体の時を止めてしまうこの道具で、押し入れのどら焼きを食べようと思ったその時。しかし、これは面白いカメラだねー。あはは、固まっちゃった。いたずらのための道具じゃないぞ。と、時を止めている間にどら焼きを食べたり、コミックス26巻、真実の旗印は常に正しいでは、真実の旗印という、これを持って喋ると何を言っても正論になるという道具で、おやつはどら焼きだよ、と、おやつのどら焼きを持ってくるドラえもんに、のび太がとんでもない一言を言うのだ。ドラえもんはどら焼きが大嫌いだったよな。そうなんだよ。何かおかしい。と、何か違和感を感じるドラえもんをよそに、静香ちゃんとおやつを食べるのび太。とんでもない道具の使い方や。だが、のび太の犯行はまだ続く。藤子 F 不二雄大全集4巻、地震ヘルメットでは、地震ヘルメットという、人の言葉が全て自分の都合よく聞こえる道具で、ママが今日のおやつとしてドラ焼きを持ってくるので、ドラえもんが道具を貸したからドラ焼き2つともちょうだいと尋ねると。と。二つとも食われてしまうのであった。そして最後にコミックス13巻、マジックハンドでは、マジックハンドやマジックお尻という、名前の部位を遠隔操作ができるマジックシリーズの集大成に。と、挿絵の中に登場したこの箇所、マジック口みたいな道具でドラ焼きを食われてしまうのであった。のび太ドラ焼き奪うの好きだな。だから今まで紹介してきた通り、いろんな防衛術を講じないといけないわけだな。というわけで、これにてのび太がドラ焼きを奪う瞬間を見てきたわけだが、当然のび太以外もドラえもんのドラ焼きに手を出す人もいる。まずはコミックス12巻、ミサイルが追ってくるでは。野良猫の黒がうちのカナリアを食べちゃったの。うちの金魚もあいつにやられたんだ。いつも僕のドラ焼き取っていくんだ。猫のくせに、猫のくせに。猫のくせに。え、お前は、と、なんともブーメランなセリフであるが、泥棒猫の黒にドラ焼きを取られていたり、コミックス36巻、木こりの泉では、のび太ー。パパが僕のドラ焼き食べたー。と、今度はパパに食われ、そして大長編でも、大長編6巻、ドラえもんのび太のリトルスターウォーズでは、と、押し入れにしまっておいたドラ焼きがかじられており、おそらくネズミの仕業と思うドラえもん。だが、その正体はネズミではなく、パクとかいう宇宙人がお腹を空かして食べてしまうのであった。宇宙人にも人気。他にも大長編20巻、ドラえもんのび太の太陽王伝説では、押し入れにしまっておいたドラえもんのドラ焼き。だが、そのドラ焼きに目をつける謎の生物、僕の隠しておいたドラ焼きが、と、ポポルという謎の生物に食われてしまう。そんなドラ焼きを食われることで悲しむドラえもんだが、そんなことでは起こらない。実はとても慈悲深い瞬間もあるのだ。なんと、コミックス17巻、モアよ堂々よ、永遠にでは、物語序盤に絶滅動物の話があったので、ゴキブリに対しても慈悲をかけるのび太。その後、おやつをちょうだいとママにねだるのだが、ドラ焼きがあったんだけどゴキブリが高かったから捨てたわ。ははは、なんだ、たかがおやつぐらいで、と、なんとドラえもんはとても寛容で、おやつぐらいでは心は乱されないのだ。でもおやつドラ焼きだよ。なに？と、結局ドラ焼きのことになると全然理性の保てないドラえもんなのでした。お互いおやつのことになるとゴキブリの命をもって粛清するぐらい、見境がないのね。そういうことである。というわけで、おやつのドラ焼きを食われるドラえもんなのだが、時々盗まれても帰ってくることもあるのだ。まずは藤子 F 不二雄大全集9巻、テレパスロボットでは、テレパスロボットという、使用者の意思を読み取って勝手に動けるこの道具、のび太は心の中でおやつが食べたいと思ったその時、出た！僕のドラ焼きだぞ。ホットケーキがいいな。と、のび太が心変わりして帰ってくる。コミックス32巻、転送式推理虫眼鏡では、転送式推理虫眼鏡という道具が登場するのだが、その道具の実演のために、このドラ焼きをどこかへ隠してごらん、と、言われたのでのび太が隠すと、果たしてドラ焼きはどこへ行ったか。ドラ焼きは丸い、丸いはお月様、お月様は0点、0点はのび太、ドラ焼きはのび太の腹の中、当たり、食べたな、と、のび太によって盗み食いされてしまい、非常にお怒りのドラ様だったのだが、のび太が反省して、お詫びにドラ焼きを買ってきてくれるので、許してくれるドラえもんなのでした。ちょろい、というわけで、
時々帰ってくるドラ焼きでした。それでは最後に、実は盗む側にも回るドラえもんについても解説しよう。ドラえもんも盗むのかよ。お願いします。まずは軽いものだと、藤子 F 不二雄大全集15巻タイム手袋で仕返しを、ではタイム手袋とメガネでは、時を超えて過去未来のものを取れるタイム取り持ちみたいな、この道具でママが帰ってくる5分後の未来に、あ、ドラ焼きのお土産ありがとう。ドラ焼きが消えちゃったわ。もういただいてますと、先にドラ焼きを食べたりしている。だが、こんなのは序の口で、コミックス37巻感覚モニターでは、感覚モニターという送信アンテナをつけた人が感じたことを、この感覚モニターをかぶっている人も体験できる道具で、ドラえもんは台所の戸棚を開けて中を見ると、ケーキを取り出した。あ、口中に甘さが広がると、ドラえもんは戸棚のケーキを勝手に食べちゃうのだが、バナナのケーキ食べたでしょ、お客さんにお出しするつもりだったのよと、盗み食いしたドラえもんに激怒し、すぐに買いに行かせるのだ。そしてコミックスプラス2巻全体復元液でも、マンデージの戸棚へ、そのドラ焼きはお客様のために買っといたのよ、知らなかったんだものと、ここでも知らずにドラ焼きを勝手に食べ、ママに言われて新しいドラ焼きを買いに行くはずだったのだが、全体復元液という道具でドラ焼きを復活させる。さらにはコミックス12巻遅れカメラでは、遅れカメラという時間を遡ってその場の出来事を撮影できるこの道具、珍しくママが貸してとドラえもんに言うのだ。それはなぜなのか、戸棚のドラ焼きをこっそり食べたのは誰か写してみるわと、誰か犯人かはわからないが、非常に慌てるドラえもん、お前だろと、何かと戸棚のケーキやドラ焼きを盗み食いしているドラえもんだが、ある日ドラえもんは名案を思いついてしまう。コミックス17巻タッチ手袋では、いつも哀れでかわいそうなのび太のために、タッチ手袋という自分と相手の立場を入れ替える道具を出してあげ、その実演のために、1、僕がドラ焼きを盗み食いする、2、するとママが怒る、ドラちゃん、3、そこでタッチ、すみません、ごめんなさい、意地汚い真似はやめなよ、なんで僕が謝るんだよ、これがタッチ手袋と、のび太に盗み食いの罪をかぶってもらうのでした。意地悪すぎ、いつものび太に取られてばっかりなんだから、時々反撃しないとな。というわけで、これにて盗み食いをするドラえもん、そしてドラえもんのドラ焼き防衛術の全てを異常にするぜ。ドラえもんは普段のび太相手に、勝手にドラ焼きを食べられまいと様々な道具で対抗しており、普通に隠すこともあるが、のび太にはお見通しで、それを逆手に取られたり、のび太以外も盗みに来たり、時々帰ってくることもあるが苦労しているようだ。そしてドラえもん自身も知らずではあるが、戸棚のドラ焼きを勝手に食べることが多く、しょっちゅうママに怒られているようなのだった。実は今回まとめてみると、ドラえもんがドラ焼きを守るために道具を使ったり、道具の実演のために戸棚のドラ焼きを食べることが多いみたいで、これもドラえもん漫画の典型的な物語を展開するためのパターンの一種なんだと思うぜ。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。